スミスが6月打率172と状態上がらず、大谷には四球覚悟の配球になる可能性。ドジャース 4-3 ホワイトソックス。日時間26日シカゴドジャースの大谷翔平投手は25日、日時間26日、敵地ホワイトソックス戦に1番指名打者で先発出場し、初回に24号先頭打者弾を放った。4回には決勝の敵地打を放ち、4打数2安打2打点と躍動。9試合連続打点は球団タイ記録で、チームの全4得点に絡む活躍を見せた。一方で気になるのが2番を打つウィル・スミスの状態だ。この日は5打数無安打で3試合連続無安打に終わり、6月は打率172、2塁打、10打点と状態が上がってこない。開幕からベッツ大谷フリーマンの通称、ベッタニマンで臨んできたが、ベッツが16日、同17日の4度コロチ、ロイヤルズ戦で、左手骨折。MVP 級の活躍を見せていた切り込み隊長が、離脱してからは、大谷とフリーマンを離し、2番にスミスを置くオーダーが、ロバーツ監督、肝入りの策となっている。翔平の後ろには、とにかく、いい打者を置きたいと思うものだ。私は、ウィル・スミスは、いい打者だと思っている。それに、私は、左打者2人を、続けて使わずに切り離したいと考えている。それが私にとって、最も重要なことだ。強打者が揃うドジャースといえ、ジグザグ打線を組むのは容易ではない。右の強打者テオスカー・ヘルナンデスもいるが、2番、先発だった21日、同22日の4度コロチ、エンゼルス戦が4打数無安打だった。まずは、スミスの復調を待つということか。スミスの状態が上向かなければ、大谷に対して、四球覚悟のボール球で攻めてくる可能性が高まる。ポストシーズン進出を争うチームなら、大谷を申告敬遠で歩かせて、2番打者と勝負するケースも出てくるだろう。そして、27日、同28日からは、PO 進出へ、ギリギリの戦いが続いているジャイアンツと、敵地3連戦が控えている。肝心なことは、翔平に打席を続けてもらいたいということ。そして、いい打者を翔平の後ろに置き続けることや、左打者2人を切り離すこと。それが私にとって、最も重要なことだ。相手バッテリーが、ストライクゾーンで攻めてくれば、今の大谷なら成績は、自然とアップする状態だ。2番&正捕手の激務となっているスミスの復調を、待ちたい。小谷真也。マサヤ・コタニ。